ボルフガング・フリッツ・ヘルマン・ビントガッセンは、ドイツのオペラ歌手。戦後最大のヘルデンテノール。私の英雄とは、かつて、バイロイト音楽祭の演出家で総監督であった、ピーラント・ワーグナーが、ボルフガング・ビントガッセンのことを指して呼んだ言葉である。ワーグナーの孫は、舞台空間と思想によって、ボルフガングは、声楽と演技によって、共に、 第二次世界大戦後のバイロイト音楽祭を統治したのである。フランスのオートイコールサボア県アヌマススに生まれる。20世紀の後半のおそらく最も愛されたドイツのワーグナーテノールはすでにユリカごの中で歌われていた。父フリッツ・ビントガスセンはカッセルとシュトゥットガルトで有名なヘルデン・テノール、母ファリフォンデアオステンはカッセルのコロラ・トゥーラ・ソプラの 母の妹エイファフォンデア・オステンは、ドレスデンのオペラファンに愛された、ソプラノ、父、フリッツの再婚相手は、ソプラノのローレ・ビスマンであった。ビントガッセンは当初、シュトットガルト州立歌劇場の、技術訓練生となったが、その後、シュトットガルト音楽演劇大学で、アルフォンス・フィッシャー、マリア・ランフォーツや父親に声楽を指持した。1939年に、 プフォルツハイム歌劇場で、プッチーに、蝶々夫人ピンカーアートンでデビューを果たす。第二次世界大戦中、兵役についていたボルフガングは、復員後の1945年に、シュトットガルト州立歌劇場に入団し、死に至るまでこの歌劇場を、ホームグラウンドとして活動することになる。当初は、モーツァルト、マテキ、タミーノ、オフフェンバック、ホフマン物語、 ホフマンなどのリリックテノールの役や、イタリアオペラの多くの役を歌ったほか、ベートーベン、フィデリオ・フロレスタン、ウェーバー、マダンノ・ロイテ・マックスなど、より強靭な役も歌っている。1946年シュトゥットガルトにおける、ヒンデミットのオペラ、画家、マティスのドイツ初演でシュバルプを歌った。1950年には、ワーグナーの役を担当し、1951年にシュトゥットガルトで、 学劇、ニーベルングの指輪の第一や、ワルキューレのジークムント役を歌い、大成功を収める。さらに同年のバイロイト音楽祭の再開に際し、パルジファルのタイトルロールに抜擢される。1953年からは、ローエングリンと指輪のジークフリート役も、バイロイトで披露、これも、大成功を収めた。彼の名を 一躍有名にしたのは、同じく世界有数のドラマティック、ソプラノとして知られたビルギット・ニルソンとのコンビによるトリスタント・イゾルデであり、これはカール・ベームの指揮ともにバイロイトの歴史に名を残すこととなった。彼は1970年までバイロイトでワーグナーの主要な役割をすべて歌った。ビーランとの支援と指導の下彼はここで偉大な歌手に成長した。 長年の舞台パートナーである、マルタメイドルの言葉を借りれば、彼は、もはや演じて歌っているのではありません。トリスタン、ジークフリート、パルジファルそのものなのです。これは、ワーグナーの夢が現実化したと言うべきなのかもしれない。カール・ベームは次のように表している。ビント合戦は、声、音楽性、容姿、知性、芸術家としての最高の感性など、 すべての資質を合わせもつけうな存在です。少しでも芸術的素養を持つ人なら、ビントガッセ戦の言葉では表せない、想像力に魅了されるでしょう。試験ですが影響を受けない人がいるとしたら、もうこれ以上のことはできないでしょう。ビントガッセ戦はバイロイトへの出演を続ける一方、1958年から録音が始められたジョンカルショープロデュース、ゲオルク・ショルティ式の指輪でも、 ジークフリートを歌っている。ビントガス戦のレパートリーはワーグナーだけではない。ウェーバー、オイリアンテアドラール、リヒャルト・シュトラウス、影のない女、皇帝、ベルリ、オテロ・オテロなどがある。ヨハン・シュトラウス2世、コウモリのアイゼンシュタインを歌うことも多かった。また彼は、ウィーン国立歌劇場やメトロポリタン歌劇場などの世界有数の一流歌劇場に数えきれないほど、客演している。 上記のほか、ロンドン、パリ、ミラノ、バルセロナ、ブエノスアイレス、シドニー、サンフランシスコなどである。1967年には、ビルギット・ニルソンと共に初来日、ピエール・ブーレーズ式、ビーラントワーグナー演出で、トリスタント・イゾルデのタイトルロールを演じている。世界中からの魅力的なオファーにもかかわらず、彼は、本拠地である。 シュトットガルト州立歌劇場との契約を保持し続けた。毎日夜の公演が確保されているかどうか4時に電話をかけてきたという。1970年にはホームグラウンドシュトットガルト州立歌劇場の監督に就任、演出の分野に進出。またオペレッタ映画への出演もあり、ウィーンでベーム式のテレビ番組版コウモリではメゾソプラの歌手が 少年貴族として演じることの多い、オルロフスキー公爵を、テノールでの老貴族役に変えて出演。1972年から1974年までは、シュトットガルト州立歌劇場の芸術監督を務め、ムソルグスキー、ボリス・ゴドノフなどの作品を手掛けた。1963年から1972年までは、ドイツの劇場メンバー共同組合会長を務めた。 1973年にミュンヘンで映画化されたレオン・イエッセル、黒い森の少女への出演が残された最後の姿となった。ボルフガング・ビントガッセンとローリャ・ビスマンの墓1974年60歳の誕生日にシュトットガルト州立歌劇場でタンホイザーを歌ったわずか2ヶ月余り後、心臓発作で急性した。ビントガッセンの墓はシュトットガルトの森の墓地にある。 特に明記しない限りは完全収録版。配役の詳細は CD を参照のこと。ワーグナーの作品、ニーベルングの指輪。ありがとうございます。